はい、今からとある島に行っています。清水島っていう島ですね。この島にポツンと小屋が建ってるんですよ。ここに行っています。ここから行くか。ここから行けると思うけどね。タイヤブか。
何これ、足で歩きづら、すごい、うわラブがすごいな、これこれは、あ、すごい、昭和54年って書いてある、昭和54年昭和54年10月、うわすごいね、これは何？これ重要なのって。あれ？こんな入れないよ。なんか見れないよ。入り口どこ？入り口ないのか。なんか水溜まってるね。え？よくわからん。入り口がない。上に続いてるね。ちなみにこの廃墟はですね、もうこんな感じ、もう崩壊が半端ない。でこの上ですね、この上の向こう側、そこにね、なんか小屋みたいなのが立ってる。向こう側から行こうと思ったけどね、ちょっとよく分からなかった、通り過ぎちゃった。一周してきて今ここにいるんですけど、しかしこの小屋もなんかね、ちょっとあれだね、変わってるよね、入り口がないっていう。このレールに沿って行けばあるんじゃないかな。これは分かんねえかもしれん。やめてくれ。
平坦になってないのか。あった。あんなとこにある。これは逆からした方がやっぱ良かったのかな。だよね。どうしよう。これ降りるのか。大変。降りるかな。ヤブがすっげえ。ここなんだこりゃ。こっちから来た方が全然近いじゃん。また引き返せばよかった。反対を無理やりしちゃったよ。って感じね。ここは開くのかな。西園木。2011年9月12日。そんなに古くないね。10年前だね。もっと古い感じがするけど、そうでもない。うわ、なんかそのまんま。
アイス入ってきた。お、折りたたみベッドじゃん。これシェラーかな。10年前か。はい、ちょっとね、場所確認してみましょう。はい、ということで清水島ですね。その小屋ですね、ここにいます。実際小屋まで近かったんだけど、反対側から来たから大変だった。ヤブが半端ない。廃墟でした。廃墟小屋。またこれを帰るのかって思うとちょっと